はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第172回でございます。今回は先週の続きというか、まあ相談に返事する回丸2ですね、をやっていきます。で、2個減らしました。前回10個ですよね、あったんですけど、あまりにも長くなったので、今回8個です。で、一番右下は閉会の言葉なんで、実質7個の相談に答えていきます。で、前回同様、失礼。左上からですね、この順番でいきます。で、丸をつけながらいきますので、例えば、ここ、1、2、3、4、5まで丸がついてる状態だったら、今、ここに答えてると思ってください。なので、気になるところにね、早送りしてもらっても構いませんので、よろしくお願いします。じゃあ、早速いくよ。ということで、まず、効率のいい勉強法からです。まあね、これ、前も話したことはあると思います。じゃあ、ちょこちょこね、答えてると思うんですけど、一番ね、思うことですよ。思うことは、教えてほしい。っていうね。いや、効率のいい勉強があるなら、いや、教えてほしいです、俺が。っていうのは、もう、これをやれば絶対効率がいいですよ、とか。もう、これっていうベストな勉強法があるんだったら、もう、だって生徒全員にそれやらせたいもん、俺。って思うからさ。で、まあ、辛いというか、ああ、そういうことねっていう言い方になっちゃうかもしれないですけど、効率のいいか悪いかっていうのは、その子その子によっては違うと思うんです。例えば、自分ね、俺にとって効率のいい勉強法ってのはあるんです。俺の中では。でも、それが聞いてくれてるみんなにとって効率いいかどうかは違うと思うんですよ。なので、それをまず前提に置いといてほしいんですがって丸をつけてないしね。早速やらかした。ちょっと待って。それを前提に聞いてほしいんですけど、俺はいつも思ってることなんですけど、勉強って2つ、大まかに分けて2つやんなきゃいけないことがあって、新しいことを覚える。まあ、これが多分みんなが思う勉強なわけですよ。だからできないことをできるようにするも同じです。例えば知らないね、だから全然もう苦手なところを新しい言葉を覚えて、計算方法を覚えて、公式を覚えてってやっていきますよね。新しいことをどんどん覚えるっていう。それが1個の勉強。でも、これね、勉強って言われるとそれをすることっていう。ふうにだけ思っちゃうと、それはダメで、実は。もう一個あるんです。で、それが、覚えたことを忘れないっていう。それが勉強なの。その二個をセットにしなきゃいけない勉強っていうのは。新しいことを覚える。そして、覚えたことを忘れないです。で、この二つをしっかり意識してやっていくこと。それが効率のいいにつながると思ってます。で、俺自身もそうだったし、やっぱり生徒、教えてきた生徒もそうなんですけど、どうしても新しいことをやろうっていうことに意識がいってしまうの。でも、人っていうのはロボットではないので、どんどん忘れるんです、やっぱり。で、その一回覚えたことを忘れないようにするっていうことにどれだけ重点を置けるか。そこに意識を持っていけるか。で、言ってしまえば、例えば10のことを覚えますよね。で、翌日、まあ、1週間後にその10覚えたことが1しかなくなってたら、9覚えた時間、努力、そこはすごい無駄になりますよね。もちろん思い出す作業ってことはできるんですけど。であれば、10覚えたことを1週間後に9覚えてられたら、それってすごい効率がいいと思うの。俺にとっては。だから、やっぱり入れたこと、覚えたことを忘れないっていう。じゃあそれどうするか。やっぱりこれはめんどくさいけど反復するしかないんです。繰り返し練習するっていう。同じものをね。英単語だったら同じところ何回も繰り返すもそうだし、数学にも計算だったら同じ問題でもいいです。同じような問題でも構わないですけど、ただ自分の動画だったら同じ動画を何回でもやっぱ繰り返しやってほしい。うん、できるよ。例えば今日できて明日できても1週間後できるかはわからないんで、うん、そこをすごく意識すると、それが効率いいっていうことになると思ってる。うん、繰り返しやってると前に進んでない感じがするんですけど、そのコツコツやることで、そのなんかなんだろうな、新しいことどんどんバン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 って言ってしまって、どんどん後ろを忘れてってしまう。人よりは最終的に前に進めてるよね、っていうふうに思ってるので、もしよかったら参考にしてみてください。はい、次。ね、喋りすぎだよね。面接のポイントいくよ。よいしょ。で、これはですね、まあ、ポイントって言うと、やっぱりその学校によってっていろいろあるんですよ。でも、一番やっぱり相談で多かったのは、やっぱり緊張しちゃうっていうね。ただ、緊張しない方法みたいな先週一応話してるので、まあ、面接において大事なこと、もうこれも大前提だよ。大前提でみんなに押さえてほしいことは、礼儀正しく、相手の目を見て、元気よくハキハキ喋るっていう。
これをやる。いい？相手の、待ってよ、礼儀正しくね。で、相手の目を見て、ハキハキと元気よく喋るんです。そう。これが大事。で、いやいやいや、待てと。そんなことは分かってんだって思うと思うんですよ。で、これ面接が受験にある方っていうのは、きっと学校で練習ね、させてくれると思います。先生が相手になってね、してくれると思うんですけど、例えば、学校の先生とやると、結構、まあ、なんかさ、知ってる先生だったりさ、嫌いな先生だったりすると、あ、まあ、めんどくせえみたいな感じになっちゃうんだけど、そこはね、やっぱり、みんなが大人になんなきゃいけない。どう大人になるかっていうと、めっちゃ緊張感持ってやってみ。知ってる先生、仲いい先生、嫌いな先生、もうそんな関係ないの。とにかく、これが受験会場の知らない先生なんだって、この面接をミスったらやばいんだと思って練習できるかどうか。これはすごく大事です。なぜなら、本番は緊張するから面接。集団面接だろうと、個人面接、一対一の面接だろうとそうですけど、緊張するんですよ、やっぱり。で、それは、さっき言った、そのね、礼儀正しくとか、元気よくとか、相手の目を見るっていうのは、緊張感を持ってるとき、そうやって練習したときにちゃんとできるかどうか。練習のときにできなかったら本番絶対できないから。みんなが元気よく喋れてると思っても喋れてないから、もごもごしてるから、それ。相手からしたら。そう、それを、やっぱり意識してほしい。で、なんでそんな初歩的なことを言うかっていうと、これね、逆の立場になってほしいんですけど、みんなが高校の先生です。で、生徒を面接する立場だと思ってください。どんな子入れたいですかっていう。自分の高校に。学力に関してはテストで分かってるわけじゃないですか。じゃあ面接で何見るって、人柄を見るんですよ。考え方とか。もちろんすごい進学校とか、なんかちょっと特徴的な高校とかちょっと違くなったりしますけど、基本的にはこの子どういう子なのかなっていう。その時に、例えば相手の目を見てこない。だ自分の目をね、試験官の目を見てこない。下を向いてずっともごもご喋ってる。この大事な時にね。いや、もちろん性格もあるんだよ。ね、緊張しちゃうことがいると思う。わかってる、それは。でも、面接っていう、その本番の場面では、やっぱある程度はやっぱり努力して頑張って演じないと。そう、それができるかどうかっていう方大事じゃないですか。やっぱり礼儀正しい。元気がいい。ね、ちょっとさ、面接うまく返せなくて、それはいいんです。うまく返せなくても。でも、うまく返せてないけど、頑張ろうとしてるなって。あ、この子、多分うちの高校に入ったら、そうね、うまくいかなかったけど、面接は、ま、いかなかったけど、礼儀正しいし、まあ、クラスでいい風に、ね、いいムードメーカーというかなってくれるかなとか、じゃあうちの高校ちょっと入れてあげたいなとかって思うわけですよ。そう。っていうところをやっぱり考えると、最初に言ったところ、まあ、元気よくとか、礼儀正しくっていうところは大事にしてほしいです。で、あとはさっき言ったように面接の練習はしっかりやる、緊張感を持って。相手がどんな先生でもね。で、大体聞かれることって決まってます。もちろん。尊敬する人は誰ですかとか、中学校3年間で一番の思い出を教えてくださいとか、いろいろあるわけですよ。でも、それだけじゃなくて、たまに変化球も飛んできます。いいんです、でもそこでうまく言えなくても。でも、できる限り、ある程度決まってることは練習で決めておいて覚えておく。で、多分ね、学校の先生がさ、箇条書きにしてくれてプリント。それ書いて、先生に見せるとかあると思うんですよ。これで答え方大丈夫ですかみたいな。あるんですけど、よくね、こう、真面目な子特に。真面目な子とか素直な子っていうのは、嘘をつけないんです。面接の時に。でも、そこは、もちろん、完全な嘘は良くないと思う。いい。例えば、サッカー部じゃなかったり、サッカー部で県大会行ってとかダメだよ、絶対に。行っちゃダメだけど。でも、ある程度、例えば、じゃあ、文化祭とか、合唱祭、合唱コンクールとか、で、自分的にはもっと頑張りたかったけど、頑張れなかった。声出せなかった。でも、その時に頑張りましたっていうエピソードを話すのは、自分は悪くないと思ってる。それに関しては。そう。なんでこんなこと言うかっていうと、やっぱね、中学生って、自分に自信ない子の方が多いです、基本的には。だから、いいことを答えなきゃいけない。自分の長所を答えなきゃいけないのに、結局短所で終わってるパターンって結構あります。いい。頑張ったエピソード何ですかって言おうと思ってるのに、頑張ったことから始まったのに、最後はもっと頑張りたかったのにダメだったんですみたいな言い方をしちゃうとかね。でもやっぱそこはちょっとうまく相手に伝える、いい風に売り込まなきゃいけないので、そう。まあもちろん学校の先生とかに協力してもらったらいいんですけど、その辺もね、ちょっと意識を、あんまりこう、全部正直じゃなきゃいけないんだっていうところはちょっと取っ払って、自分をどう売り込むか、どう見せるのかっていうところを少し考えたらいいと思います。っていう感じかな。はい、ということで次、過去問に敗北です。
これはですね、まあ過去問、まあこれは中学生、高校生共通だと思うんですけど、過去問もそろそろ始めてると思います。で、特に初めて過去問やった時とかは衝撃です、きっと。できなくて。で、今回、いただいた相談もですね、もうできなくて、もう自信をね、喪失してる。それを励ましてほしいみたいな、ね、手紙のメッセージカードのがあったんですけど、結構何人かね。で、これね、多分ダラダラ上1年目で喋ったのかな。できない問題に出会うじゃないですか。へこむじゃないですか。あ、できねえっつって。でも、もちろんへこむのもいいですよ。悪い、それをへこまないでとは言わないですけど、でも、できない問題との出会いっていい出会いなんですよ。なんでかっつったら、だってできないものに出会ったんでしょ。じゃあそれできるようにしたら確実にレベル上がるじゃないですか。みんなの。もし100点、100問やって、100問全部できたら、どうやってレベル上げるの、そっから。もちろん、できるっていう確認をしたっていう作業はもちろん OK なんだよ。そこで自信をつけるのは OK なんだけど、過去問とか、模試とか、難しい問題、ワーク、なんでもいいです。できない問題に出会った時は、あ、これをできるようにしたら、一個レベル上がるじゃん。っていう風に切り替える。もう、ポジティブに持っていく。ここまで来たらね。っていう風なことを伝えたくて、これはね、書きました。で、ただ、一個大事なことは、過去問とかやった時に、まあどうだろうな。じゃ100点分やって40点取れました。ね。で、60点あるじゃないですか。で、もちろん、すごいハイレベルな高校を狙うんだったら8割とか必要になると思います。80点とかね。でも、偏差値50ちょっととか、まあ50切るとかだったら、多分50点前後とかで、まあわかんない。みんなの地域によると思うけどね。いいと思うわけですよ。じゃあ、あと10点伸ばすんだったら、きっと2、3問なわけです。その科目で。全部じゃないよね。で、その時に、どの2、3問できなきゃいけないのかなっていう、確認、60点分全部マスターするんじゃなくって、あと10点どれで取ろうかな。じゃあ、その取れるべきだった問題を決めて、それをできるようにするってやってください。よく過去問でできない問題がありすぎて、うわ、もうダメだーってなっちゃうんだけど、そうじゃなくって、60点全部じゃなくて、みんなにとってできなきゃいけないのは10点ちょっとなんだよ、きっと。10点ぐらい。じゃあ、それはどれなのか、あ、この2、3問か。じゃあこの2、3問できるようにしよう。頑張ろうって。やってください。じゃあ残りの50点どうするんですかって言ったら、自分はもちろんその中に、あれ？これもいけたんじゃねえかな？もうちょっとじゃない？これ簡単そうじゃない？ってあったら復習してください。できるようにしてください。でも受験ってのは必ず鬼畜な問題が入ってます。すっごい難しい問題。それを自分はできるようにしなきゃいけないのかなっていうところは考えてほしい。そこに時間を割く必要はないからね。なので、できるようにしなきゃいけない問題っていうところを優先順位決めて、ぜひね、やってみてください。そんなへこんじゃダメだよ。過去問に敗北してもね。はい、次。勉強じゃないよ、今回。これね、多かったんだよね。男女ともに。そう、男の子、女の子多くってさ、結構。好きな人に振り向いてもらうには。はい。まあ、俺も結婚してるんでね、あれ、いいっていうか、もうね、必要ないですけど、いや、俺、中高の時に俺に教えてほしい、それ。だって俺、中学の時全敗だよ。うん、付き合ったことないから、俺、高校からなんで、彼女できたのが。全敗男ですからね。そう、教えてほしいわ、って思いますけど。で、前回のコメント欄かな、俺の歴史恋愛歴史だったかな、なんか教えてくれって言われて。で、前、ダラダラ上で黒歴史はちょっと話したんですけど、恋愛感はね、ちゃんと話したことがないので、まあ、それいずれ、がっつりね、結構思うことはあるんで、そこそこ恋愛してきたから、これでも。そう、話してみようかと思うんですけど、まあ、好きな人に振り向いてほら、絶対な方法はないです。うん。これはでも、まあ、みんなわかると思うけど、絶対付き合うなんて無理じゃないですか。それは。ね。どんなに自分が大好きでも、その人のこと。付き合えないことの方が多い。恋愛はね。ただ、自分がね、こう、まあ、これ31年生きてきてさ、いろいろ恋愛して、振られたり、振ったり、失敗したり、いろいろありましたけど、あった中で思うのは、やっぱり、相手にとって、嬉しいこと、幸せなこと、喜ぶこと、っていうのを、ちゃんと、ピンポイントで間違いなくできるかどうかってとこは大事なのかなって思ってる、俺は。さっきも言ったように、あとでね、いつかダラダラジオの、まさなな、質問に答えるときでもいいかなと思うんだけど、答えようと思うんですけど、自分、ある恋愛をきっかけに、すごい恋愛感が変わった恋愛があって、そう。それまでね、結構自己中だったんだよね。恋愛の仕方が。そんなね、オラオラじゃないよ。じゃないんだけど、そう。結構、振り返ると自己中だったなって、彼女に悪かったなって思う恋愛をしてて、で、そっからある
瞬間から変わって、で、まあ相手がとにかく喜ぶのが大事だよねっていうのをすごい思ってるの、俺は。で、そっから、その今さっき言ったように、相手にとって嬉しいこととか喜ぶことをしたらいいっていう。で、やっぱり相手にそれが伝わるっていうのは、振り向いてもらうっていうきっかけになると思ってるわけですよ。ただ、どうしても相手のことを好き好きになってしまうと、相手が自分のことを全然興味ないときに、例えばプレゼント送っても、え？ってなるじゃないですか。そう。で、やっぱそこは人間関係をまた作るとこから行かなきゃいけないし、そう。ね。ある程度、心の距離というか、が近づいてからですよね。そうやってプレゼントしたりするのは。だから、相手にとって、何をしてあげれるのかなっていう。で、例えば距離があってさ、全然まあ、例えばなんだろう、駅ですれ違うだけみたいな状態だったら、それはもうアプローチするしかないよね。知ってもらってないわけだし、自分のこと下手したら声かけるとかで、それで傷つきたくないって思いがあるかもしれないけど、でもそれは踏み込まなきゃできないじゃん。リスクは取らないと、そこにはね。で、それで嫌われるのが嫌だったら、それはもう踏み込まずに片思いで終わるべきだと思うからね。っていうのは思ってます。はい。だからみんなにとって、まあ、このね、あの相談をくれた子にとって、その相手かの大好きな男の子とか大好きな女の子がどの距離感にいるかちょっとわからなかったんだけど、相手のことを思っていい、自分がしてあげたいことじゃないの、相手がしてほしいことっていうのをしっかり考えて、それをしてあげるのが大事かなと思います。かな。もちろん自分がしてあげたいことっていうのをやってあげるのもいいんだけど、それはね、彼氏と彼女になってからと思ってる。と思ってるんで、例えば彼彼女になった時に、あのプレゼント毎回何が欲しい何が欲しいって聞くのもいいんだよ。それが好きな女の子とかもいるんだけど、でもやっぱり突然彼氏が一生懸命考えてそれをあげるっていうのはすごく嬉しい、喜んでくれる女の子もいるんだよね。もちろんそれがすげえずれてることもあるかもしれないけど、でもそれを自分のために一生懸命考えてくれたんだって受け取ってくれる女の子もいるわけで、とは思いますけどね。はいはい、次行くよ。これまた30分コースだね。ごめんね。話してんじゃんっていうさ。次、弱い自分を変えたいですね。まあこれは、すごいこう、総括というか、全体的にいろんな相談にこう、つながることだと思うんですけど、やっぱり勉強できないとか落ち込んじゃう自分を変えたいとかもそうなんだけどさ。で、これについて思うことです。変え方はわからないけど、思うことは、まず弱くてもいいじゃんって思ってあげることがすごく大事かなと思います。なんで弱くてダメなのって俺は思っちゃうの。まあ俺自身もすごく弱いですし、自覚があるからね、それに対して。でもそれで凹むことはない、基本的に。だって、弱いっていうことは認識してるよ。分かってる。分かった上で頑張ってるんだもん。だから全然そこに凹むことはなくって。で、その弱いっていう言葉もさ、何に弱いのかってあるじゃないですか。例えば緊張しすぎて弱いって思ってるのか、打たれ弱いって思ってるのか。それはきっと、みんながこれ聞いてくれてるこの中で、ある程度わかると思うの。自分にとってこういうの弱いよなって、こういうことされると落ち込んじゃうんだよねっていうのがわかってると思うんですけど。でも、やっぱり伝えたいことはいいんじゃんって、それで。だってそれがみんな自身なんだから。それをみんな自身のことを否定してくる人もいると思う、きっと。俺にもいるし。ね。ハイチっていう存在を否定する人もたくさんいるし、自分の、なんだろう、ハイチっていうかね、その本名の、本当のこの自分のことをね、生きていく中で否定していく人もたくさんいるし、出会ってきてるからね。で、その瞬間落ち込むよ、やっぱり。場面によってとか、その言われた言葉によっては落ち込むこともあるし、立ち直るのにね、結構の時間かかったこともあったけど、でもやっぱり、こう振り返って、そういうみんな、ね、今弱くてこう、なんだろ、打たれちゃってる。みんなに対してやっぱ言ってあげたいのは、ひとまず、いいんだよっていうのはすごく思う。もうそのままでいいなっていう。で、ただ、ちょっと変えていきたいと。それでもね。じゃあ、その弱い自分っていうのだと、広いからさ、その意味が。ピンポイントでこういう自分を変えたいって思うんだったら、そこを変えれるようにちょっと意識を変えるといい。例えばざっくり言うと、すごい落ち込みやすいと。ネガティブに考えすぎちゃってポジティブになりたいっていう相談も結構あったんですけど、だったら、それポジティブな言葉を自分にかけてあげるっていうのがすごく大事。よくやってたのは、鏡見るじゃないですか、朝。鏡見て自分の目を見て、今日も頑張ろうなってニコって笑ってあげれるかどうか。
それを気持ち悪いって思う必要はないと思ってて、もちろん人が見てるところでやったらね、えって思われるかもしれないからやんなくていいけど、別に自分の部屋とか自分の家でさ、そう、自分一人のごめん、状態でやるんだったら全然恥ずかしくないでしょ。うん。ネガティブな子って自分自身にすごいネガティブなことをいっぱい言ってるからね。無意識に思ってるし。であれば、朝ね、鏡の前でまず自分自身に言ってあげる。今日も頑張ろうぜっつって。うん。大丈夫？お前は運がいいか。俺自分に運がいいってすごい言い聞かせるんですけど、鏡に向かって超言ってたもん。おそらくね、みんなが想像できない、想像以上にすごいネガティブで、すごいね、ジメジメした人だったの。俺もともとね。うん。もともとちょっといじめにあってたとか、そういうこともあったからさ、そう、すっごいもう悲観的で、もう何かあればもう生きててもしょうがないのかなとかって思っちゃう時期もあったし。でもそれがここまで変われてる。それはもちろんみんなの存在もあるんだよ。こうやって活動していく中でみんながだって背中を押してもらってるから頑張れてるっていうこともあるし。でもこの活動を始める前から、そうやって鏡見て、そう、お前は運がいいから大丈夫っていうのはものすごい言ってた。自分に対して。うん、思い込ませようと思って。大事だからね、思い込みっていうのは。そういうことはやってましたけど、あとはポジティブな言葉。一日寝る前、寝る直前に今日頑張ったことを最低一個は自分に言ってやるっていう。今日これ頑張ったね。よし、お疲れ。寝よ。つってね。うん。っていうことはよくやってましたね。はい。ということで、次。大学受験のポイントです。で、これはですね、高校1年生と高校2年生の子から、だから今受験生じゃない子ですね。相談だったので、これざっくりなんですけど、まあ、今中3の子、今多いと思います。聞いてくれてる子の中で。で、まあ、高校1年生の段階で、受験って意識はなかなかいかないと思うんですけど、ただ、ある程度進学校行ったりとか、大学には行きたいなとかって思ってる子もいると思うので、頭の片隅に置いといてもらえたらと思うんですけど、大学受験って科目が違うんです。高校みたいにシンプルじゃないんです。使う科目がわかんないと。だから、まず、まあ、高校1年生の子だったら大事なことは、行きたい大学というか、興味のある大学をとにかくピックアップしてください。で、おそらく、みんなの家庭状況によって、条件が違うと思うんです。例えば、俺の場合は、うちあんまり裕福ではなかったので、私立大 NG だったんですもん。私立 NG。で、一人暮らしも NG だったんです。つまり、家から通える国公立しかなかったんです、もう選択肢が。それが、進学させてもらう条件だったから、親からの。別にだって、ね、親からお金出してもらうわけだからさ、それにね、文句は言うつもりもなかったし、だから、自分の場合は、家から帰る国公立だったんで、選択肢があんまなかったの。そう。で、その中からっていう感じだったんですけど、まあ、それはみんなによって違うと思うので、じゃあ、こことここ、ここに興味があるなって。そしたら、もちろん、学部があるから、その中で今度。大学でね。学部で、調べる。ここに行きたいなっていうの。で、そう、ある程度ピックアップしたら、今、その学部、その大学の学部で使う科目をピックアップする。ってとこが大事です。そう。まあ、国公立は一番多いんで、ね、使う科目が多くなりますけど、私立の場合は削られるからだいぶね。そう。で、何を使うのかなっていうのをまず把握しておくことが大事ですね、ひとまずは。で、それを重点的にやる。っていう感じかな。まあ、社会何科目使うとかわかんないからさ、それによってね、きっと。っていうとこからまず始めてください。で、絶対やってほしいのは、まあ、これ、中学生も同じだよ。高校受験も同じですけど、オープンキャンパス。大学とか高校には必ず足を運んでください。その空気、その学校の空気で、ここで、まあ、高校なら3年間、大学なら4年間ね、基本的に。頑張りたいなって思うかどうか。それが大事です。はい。っていうのはですね、自分、オープンキャンパス結構行ってたんですけど、結局俺東京学芸大学行ってて、俺学芸大行ってないんですよ、オープンキャンパス。そう。だから本当に行っときゃよかったって思うし。だから入学してからそんなにね、うわっとは思わなかったけど、それはラッキーだったから、俺が。基本的にはやっぱり行って、ちょっとね、地方だったりすると、自分も地方にね、入ると思うんですけど、行きにくくなっちゃうんで、全部行けとは言わないです、もちろん。ね、言わないですけど、行ける範囲では、めんどくさがらずにぜひね、足を運んでください。はい、ということで、質問、最後ですね。これはもう、ここで答えようって決めて、今回取っておきました。なぜ勉強するのか。もうこれさ、ガチで話したらこれだけで一個のダラダラジオになっちゃうような話なんで、まあざっくり言うと、こう勉強していく中で一度は思ったことがあると思います。なんでこの勉強をしたら将来何の役に立つのっていう。ね、数学で言ったらさ、2次関数とか1次関数、y イコール ax プラス b、これ将来何の役に立つのとかね。
私英語外国行かないし英語なんでやんのとかね、古文みたいな、そうそう、それ知ってて何の役に立つのとかって思うと思います。ざっくり言っちゃうとですね、将来役立たないですよ、その知識別に。おい、俺みたいな教育みたいな仕事をしない限りは、はい、役に立たないです、基本的には。じゃあなんでするって言った時に、これスポーツでも、まあ楽器とか芸術関係とかでも、まあ勉強でもそうなんですけど、何かを頑張るっていうことの練習をしてる。特に勉強が一番いいなと思ってることがあって、勉強好きな子ってあんまいないですよね、そこまで。もちろん、嫌いじゃないって子はいると思う。自分は別に嫌いではなかったけど、そこまで。最後はね。やっぱりできるようになる喜びとか、得点が上がる。努力しただけ成果が出るっていう喜びを知った子は、そこまで超嫌いにはならないと思います。でも、スポーツとか、芸術っていうのをやりたくてやってる子が多いんで、そこに興味があるんですね、もうね。できるようになりたいっていう欲が出てる。当然。自分で選んでる道だから。でも勉強はやらされてる感が出るんだよね。どうしても。やんなきゃいけない。周りもやってるしとかね。受験のためにみたいな。あるでしょ？で、まあ基本的にやりたくないじゃないですか。でもやりたくないことを頑張ってるんですよ。それってものすごい大事なことなのね。やりたくないことを頑張るっていうのは。俺の中では。なんでかっていうと、じゃあ将来みんながね、今、ね、将来に夢があるかどうかはわからないですけど、やりたい職業が、なりたい職業があるとします。あるとしますってね。あるとします。で、じゃあなりました。で、基本的に、将来の夢を持った時って、その職業のいいところが見えてます、基本的には。でも実際入ってみましょう。その会社に、その仕事についてみる。そのいいとこばっかじゃないんだよね。その華やかな部分、活躍してる部分だよね。フューチャーされる部分をやるために、ものすごい準備をしたり、ものすごい地道な努力をしてる。っていうのを実はその職業についてから知ったりすることって多々あります。で、現実をね、なんか叩きつけられるというか、こんなはずじゃなかったっていうね、入ってみて、その仕事になってみて。いやいや、もっと自分はこういうなんかめんどくさいことじゃなくて、すげえこう活躍した部分でやりたいんですけど、みたいなね、ふうになっちゃうんですけど、いや、仕事ってそういうもんじゃないよね。綿密に準備をして、練習をして、で、やっと華やかな部分、自分がやりたい部分でね、活躍できる部分に持っていくっていう。で、その、まあ、地道なところっていうのは、やっぱり成果としてすぐ出るところではないので、めんどくさいんですよ、基本的に。練習もしたくないんですよ、できれば。めんどくさいからね。でも、やっぱり、ばっかり言ってるさっきね。勉強も同じで、そういう自分とでも苦手なことというか、やりたくないことを頑張れるかどうか、その力をつけれてるどうかってすごい将来で役に立つ。その力は。で、その、やりたくないけど、それをぐっとこらえて頑張るっていう。で、その頑張ってそこに喜びというか、例えば得点が上がるとか、やる気を見出すっていう、そこに喜びを見出す力っていう、自分でね、モチベーション上げていく力っていうのは、やべ、勉強が一番つけれるんじゃないかな、と俺は思ってるの。だから勉強するの。勉強させるの、俺は生徒に。もちろんそれを口で言うことはあんまないです。それを語ってね。だって伝わんないもん、そんなに。とは言っても、みたいな。そう。だからできることは、今だったら、わかりやすい授業を、動画を配信するっていう。みんなが勉強であまりつまずかないように。つまずいて、どんなに調べても解決しないときが一番モチベーション下がるんだよね。もうやってもしょうがないよ。こんだけ調べたのにわかんないのかよ、みたいな。なっちゃうから、だったら、動画見てもらって、ああ、できるようになったって。あまり時間をかけずになってもらえたら、次に進めるじゃん。で、みんなにとっても、あ、一個できるようになったなって、前進んだ感じになれるかなって思って、俺にはそれしかできないですけど。でも、そうやってそのね、その続いて、それがどんどん進んだ先に、みんながそうやって勉強とかで、この喜びを見出してくれて、やる気になって、そういう力をつけて、で、いつか社会人になった時に、その、なんだろうな、やりたかった仕事で活躍してほしいな、っていうところもすごい思ってて。だからそういった意味でも思っても頑張ってるんですけど、俺もね。だからなぜ勉強するのかっていうのをさっくり言うとそんな感じです。将来役に立つ。その部分は絶対に。って感じです。はい。じゃあ、閉会の言葉いきましょう。ごめんね。結局30分話しちゃったよ。はい、閉会の言葉です。今回の会の代表配置からとか言ってみて。で、まずはですね、本当にメッセージカードの応募ありがとうございました。で、ツイッターの方で、金曜日に書き終わったんですよ、一応。
って、10人ね、書き終わって土日で送ろうと思ったんですが、ちょっと内容チェックして、変えたりとかしたので、今、日曜、これ日曜にアップしてるんですけど、日曜の今6時なんですよ、夕方の。ほんと直前に今撮ってるんですが、今日の夜もうちょっと修正をして、明日投函します、ポストに。で、まあ10名だけなのでね、届かない方の方が多いんですけど、ひとまず、届いた方には、なんか、ほんと大したもん書けなかったんですけど、すげえ気持ちを込めて書けましたんで、そう。もうだって2行書くのにさ、3時間とか悩むの。俺何やってんだろうと思うんだけど、でも、その考えて書いた言葉がなんか伝わったらいいなと思ってます、本当に。で、届かない方の方が多いんですけど、本当にメールありがとうございました。なんだろうな、すげえ嬉しかったっす。とにかく嬉しかった。自分に対するメッセージを書いてくれた方もすごく多かったし、ああ、なんか、役に立ててんだなっていうのを実感させてもらったので、ありがとうございました。で、なんだろう、いくつかね、あ、そう、いくつか謝ることがあって、メールいただいて、締め切ってから数日後に読み始めたんですよ。で、結構ね、誕生日をお祝いしてくださいっていう方と、受験、ね、で応援してくださいってあったんですけど、自分がもう書いてる今日の段階で誕生日が終わってたりとか、その受験ね、が終わってる方がね、何名かいて、本当にすいませんでした。間に合わなくて。そう、そこ謝ろうと思ってね、すいません、本当に。申し訳なかったです。で、まあ、はい。ひとまずね、いっぱいこう書くことはなかなかできないんですけど、また機会があればこういったこともできたらなと思っておりますので、引き続きぜひね、よろしくお願いします。はい、ということで、今回はハイチのダラダラジオ第172回、相談に返事する回と、丸2課で喋らせていただきました。本当にね、最後までお付き合いいただいた方、なかなかとありがとうございました。で、次回17で24、31と続くんですよね。で、31に関してはもう1年間の総括です。もう今年のね。もう、今年俺が思ってたことを全部話すから。もう、ダークな部分も全部話すから、きっと。そう。今年は本当に大変だったんでね。で、来週、とね、24日はなんか、ね、ネタというか、あれだね、なんか楽しいことできたらいいなと思ってるんですけど、で、ひとまず来週に関しては、冬休みに入る前なので、冬休み、こうやってやっていこうぜっていうことを話せたらなと思っておりますので、もしよかったら次回の方もね、ぜひ聞いてみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。そして、メッセージカードも本当にありがとうございました。